サイズのリコーダーを比べてみた。まずは定番のソプラノリコーダー。続きまして、ソプラノリコーダーより少しサイズが大きくなったアルトリコーダー。ソプラノリコーダーの約2倍のサイズ、テナーリコーダー。そして私が持っている中では一番大きいサイズのリコーダー、バスリコーダー。今度は小さくなります。ソプラノリコーダーより少しサイズが小さくなったソプラニーノリコーダー。そしてソプラノリコーダーの約半分のサイズ、クライネソプラニーノリコーダー。最後はこちら、世界最小のリコーダーと言われているピコパイプ。ソプラノリコーダーの約5分の1のサイズです。